どうも、笠正です。今日はですね、最近ですね、水原一平氏が問題になってますけれども、その前に本日はスペシャルゲストとしてですね、復興大城東高校一つ上の野球部の先輩でですね、杉本さんに来ていただきました。どうも杉本さん、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。言ってみたら3年生2年生で1年に梅野がいたと。やばいね。やばいですね。まあ今日はちょっと水原氏の件で噂のどう思います、水原氏。いや、ちょっと大谷より有名になってしまったっていう。62億ですよ。やばすぎ。いや、これは取り返しのつかないことになりましたけれども、まあなんすかね、水原一平ギャン中っすよね。やっぱ経験者はわかる。いや、経験者はやっぱわかります。気持ち、ショート動画も言ったんですけど、水原氏は62億で住んでるじゃないですか、うん、僕が大谷の通訳だったら100億負けてます。間違いないで、楽勝で。間違いない、まあ、でもご安心ください。大谷翔平は80本今年打ったらさらにできます。全ペイ。はい。なぜかっていうと、大谷翔平多分仮想通貨やってるんですよ。仮想通貨多分1000ビットぐらい持ってるんじゃないですか。確かに額だけで言ったらそれがあるかも。1000ビットだったら100億。あ、楽勝っすね。楽勝や。あ、楽勝っす。それは持っとると。持ってます。あ、なるほどね、はい、じゃあ全然痒くもない。痛くない。あ、もうちょっと虫刺されてます。はい。で、今回水原一平氏をアニメのキャラで例えてみると、ギャンブルで有名なのカイジのキャラで言うと、カイジのキャラどのキャラに値するのかっていうのはちょっとね、今日意味わかんないですけど、意味わかんない動画なんですけど、水原一平はカイジのキャラで何のキャラなのかっていうのを、ね、あ、なるほどね、深く考えていきたいと思います。カイジではないよ。カイジではないですね。まだ人生逆転してないんで。確かにカイジではない。カイジは一回どん底落ちて、そこから這い上がって、這い上がりね、で結局ゼロに戻るっていうパターンなんですけど、一平はどん底に落ちてまたさらに落ちようとしてるんで、まあ、いろんなキャラいますよ。兵頭会長とか利根川とかビンゾロー班長とか、ちょっとこの4択でいこうと思うんですけど、会長の器はなく。会長はないっす、さすがに。あ、でも結構利根川似てんじゃないですか。ナンバー2で這い上がって手の開示にやられちゃう、やられちゃうみたいな。キャラ、いろんなキャラいるんですけど、まあカイジのキャラクターにもいないと。おらおらおら。だって62億ってまあまあないですよね。カイジの世界でも5億とかですよね。実際もうかけた額ってその4倍とかや。そうっすね。まあだから250億とか。うまい。え、でも回収率いいっすよね。260億負けの200億は勝ってますから、すごいっすよ。約 70%。 70%ということで、任命式ということで、カイジにいないけど新しいキャラ、もうピンゾロ一平でいこうじゃないよと。どうすか、ピンゾロ一平ちゃん。ピンゾロ一平ちゃんでカイジ4が出たらピンゾロ一平出してほしいです。アニメにするべきやろ。アニメーションです。映画にできます。ローマ字で一平。まあちょっと助けたいっていう気持ちもあるんですけど、まあさっきも話したんですけど、何で助けようかと。ビットコインしかないんじゃないかと。そうやね。ここそれが一番硬い。硬い。僕のね、知り合いの情報網からビットコインは1500万まで上がるっていう噂があるので、一平氏もね、その62億でビットコイン買っときゃもう開示ですよ。あ、それこそ、それこそ開示。チーレレレレになってました。ということで皆さん、今後もね、まあ司法取引とかして禁錮30年からの司法取引して6年から10年、うんうん、多分入っちゃうんですけど、その頃にはもう1500万になってます、ビットコインが。今のうち仕込んで、仕込んで6年後10年後人生逆転してほしいと思います。今日は、スペシャルゲスト何のゲストかね。杉本さんでございました。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。はい、本日も笠原チャンネルご視聴ありがとうございます。この度ですね、6月1日からメンバーシップを始めることにしました。なんで始めるかっていうと、まぁ、ちょっと自分の中で価値をつけたくて、メンバーシップに入ってくださった方限定でその人たちのね、質問を答えるのと、まぁ、あとオフ会をしてほしいっていう話がめちゃめちゃ多かったので、まぁ、オフ会に参加できる件みたいな感じでやっていきたいと思います。まあ、詳しくは概要欄貼ってますので、ぜひ皆様メンバーシップ入ってみてください。それとですね、今笠原チャンネルはスポンサー様がいっぱい出てくれました。イエイ。笠原チャンネルの動画内でね、会社名だったりとかね、そういうのを載せてもいいよっていうスポンサーの方がいましたらですね、ぜひご連絡お待ちしております。連絡先は自分のインスタ、ツイッターの DM か概要欄にあるメールアドレスに送っていただければと思っております。まあ自分はね、動画内で背景後ろはね、グリーンバックで東京ドームを映してるんですけれども、そこにもうスポンサー様でブワーってしたいんで、もう今見てる方、値段も言っていただければその値段でやりますんで、ぜひスポンサーの方募集中でございます。笠原翔輝と共に動画を盛り上げてくれるスポンサーの方々をお持ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。